東京2020大会で活動するボランティアシティキャストによる東京魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは自然とメカニックが共存し癒しと躍動を感じる街、東京都稲城市のご紹介ということで、本日はシティキャストの池田さんにご発表をいただきます。早速ですが池田さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。シティキャストの池田と申します。私は普段は東京都の多摩地域にあります稲城市で市役所職員として仕事をしております。今回の東京の魅力発信企画では、私から国内外の皆様にあまり知られていない稲城市の魅力をお伝えします。タイトルにあります自然とメカニックが共存し癒しと躍動を感じる街、稲城市とは一体どういう場所なのか、早速紹介をしていきます。まず稲城市の位置ですが、この動画を見ている方の中には東京って23区しかないんじゃないのって思われている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。東京はですね、多摩地域や島嶼部など合わせて62の市区町村があります。稲城市は南多摩地区の東側にあり、多摩市、府中市、調布市、神奈川県川崎市に囲まれたところにあります。東京都心の新宿から南西に約 25km 離れて位置しており、東西南北ともに約 5.3km、 面積は約18平方キロメートルで三角形の形をしています。市内には京王線3駅、JR 南武線3駅の合わせて6つの駅があります。東京都心からのアクセスがとても良く、新宿や渋谷から約30分で着くことができます。多摩丘陵の豊かな緑と多摩川、三沢川などの豊富な水に触れ合える一方で、多摩ニュータウンの近代的な街並みも存在し、住みやすさでは全国でも指折りとなっています。皆様大体の位置は把握できたでしょうか。それでは本題に入りましょう。稲城市の魅力について本日は3つテーマを絞ってご紹介いたします。それがこちらです。稲城市ってどんな街ということで、1つ目にフルーツの街稲城、2つ目がメカニカルシティ稲城、そして3つ目が自転車の街稲城です。フルーツ、メカニカル、自転車、共通点がないように思われますが、なんだかワクワクしませんか。それでは1つ目のテーマ、フルーツの街稲城の紹介をします。稲城市が誇る特産品といえば真っ先に挙げられるのがこちらです。はい、稲城の梨です。果汁が豊かで甘くシャキシャキとした食感が大人気です。収穫時期は8月中旬から10月中旬までです。さまざまな品種がある中でやはり特に人気なのが稲城市で誕生した品種の稲城です。みずみずしく上品な甘さが特徴です。またこのブランド梨の稲城は収穫時期が1週間と短く、市場にあまり出回らないことから幻の梨とも言われているんですよ。食べたことのない方、ぜひ一度味わってみてください。その美味しさにびっくりすると思いますよ。また稲城市内では梨だけではなくぶどうも有名です。特にこちらの高尾ぶどうは巨峰を親とする大粒の種なしぶどうで、ラグビーボールのような粒の形が特徴です。糖度が高くジューシーで食べやすく、梨とともに稲城を代表するフルーツとして愛されています。このほか市内ではブルーベリーやみかんなどの栽培もされていて、まさにフルーツの街といえる美味しさであふれています。はい、続いてではですね、2つ目のテーマ、メカニカルシティ稲城について紹介いたします。1つ目のテーマのフルーツとだいぶイメージが違うと思われる方もいらっしゃるかもしれません。百聞は一見にしかず、まずはこちらをご覧ください。はい、こちらですね、有名でですね、皆さんもご存知かと思います、機動戦士ガンダムのガンダム、そしてシャア専用ザクです。このモニュメントがですね、なんと稲城市にあるんですよ。
ガンダムのモニュメントはお台場や横浜だけではないんですよ。この写真だと大きさが分かりづらいかと思いますが、こちらをご覧ください。はい、これですね、実は写っているのが私なんですが、結構大きなモニュメントがあることが分かるかと思います。こちらはですね、高さが約 3.6 メートルありまして、 JR 南武線の稲城長沼駅前にある観光案内所、稲城発信基地ペアテラス前に設置されています。ではなぜ稲城にガンダムが設置されているのか、非常に謎ですよね。実はですね、稲城市ではこのようなプロジェクトを進行させています。その名もメカニックデザイナー大河原邦夫プロジェクトです。こちらのお写真の方が大河原邦夫先生ですが、先生は稲城市出身在住のメカニックデザイナーで、機動戦士ガンダムではメカニカルデザインを担当、その他にもボトムズなどのリアルロボットアニメからヤッターマンなどのギャグアニメなど幅広い分野を手掛け、メカデザインの第一人者として現在も活躍されています。稲城市は大河原先生の地元ということで、先生のデザインを感じさせる作品を稲城市内に設置することや、トークイベントの開催などを行い、魅力的な街づくりをし、生き生きとした街を目指すプロジェクトを進行させています。これが稲城市がメカニカルシティである理由だったんですね。稲城市内にはガンダムの他にもボトムズのスコープドックやヤッターバンのモニュメントも設置されています。もちろん記念撮影ができますよ。ヤッターバンは後ろのバーに捕まるとヤッターバンに乗ってるような写真が撮れます。楽しいこと間違いなしですよね。そしてこちらをご覧ください。はい、市内にはですね、デザインマンホール蓋も設置されています。こちらガンダムのマンホール蓋、かっこいいですよね。そして他にもですね、スコープドック、ヤッターワン、アイアンリーガーのマグナムエースなどのマンホール蓋も設置されています。蓋を一つ一つ探して街歩きするのもとても楽しいと思いますよ。そして右下のキャラクターは何だと思いますか？実はこのキャラクターは、はい、稲城市のイメージキャラクター、稲城梨之助です。稲城梨之助は稲城の特産品である梨をモチーフにした梨型メカで、2011年に稲城市市政施行40周年を記念し、先ほどの大河原邦夫先生、そしてマルチクリエイターの井上ジェット先生によって誕生しました。市内には先ほどのマンホール蓋だけではなく、駅前に稲城梨之助時計台も設置されており、多くの方に親しまれています。メカニカルシティ稲城について皆様ご理解いただけましたでしょうか？ぜひ稲城市へガンダムやヤッターワン、そして梨之助に会いに来てくださいね。はい、それではですね、最後のテーマになります。自転車の街稲城の紹介をします。こちらをご覧ください。稲城市内には多摩川サイクリングロードや南多摩尾根幹線道路など自転車を楽しめる場所が豊富にあるため、市内外から多くのサイクリストが訪れる、そんな街でもあるんですよ。まず右下の写真、尾根幹線道路は適度なアップダウンが続き、初心者から上級者まで誰でも爽快感を味わいながらサイクリングができる、そんな場所です。また左上の写真は多摩川サイクリングロードですが、近年整備が進められ、現在稲城市から川崎市の多摩川大橋までの約24キロの区間が連続して舗装整備されており、安全な通行が可能となっております。春の季節ですと、桜の景色を堪能しながらサイクリングを楽しむことができます。市内にはシェアサイクルも各所に設置されていますので、ふらっと来ていただき、気軽にゆったりとサイクリングを楽しむのもおすすめですよ。そしてつい先日、そんな自転車の街としての稲城市をさらに進化させる出来事がありました。こちらをご覧ください。はい、先日開催された東京2020オリンピックの自転車競技ロードレースのコースの一部に稲城市が選定され、世界の選手が稲城の街を駆け抜けました。これは稲城市にとっては自転車の街稲城を推進する上でとても大きな出来事でした。そしてこの出来事はレガシーとして今後も稲城の街づくりの土台になっていくと確信しています。
そんな時代の流れの中、こちらをご覧ください。こちらはですね、自転車が置けるラックが設置されており、サイクリストの方々が快適に食事や休憩ができるサイクルカフェです。もともと稲城市内にあったサイクルカフェクロスカフェに続き、今年6月、稲城中央公園内にサイクリストだけではなく公園利用者、市民の憩いの場としてのサイクルカフェ、ゼブラカフェ&クロワッサンがオープンしました。このような動きを見ますと、まさにオリンピックレガシーが着実に進化していることを実感できますね。そんな自転車の街、稲城市の最新のポスターも、稲城の里山とサイクリストとのとても美しい写真で飾られています。素敵ですよね。以上、稲城市の魅力を3つのテーマでご紹介いたしました。稲城市が自然とメカニックが共存し、癒しと躍動を感じる街であることがお分かりいただけましたでしょうか。へえ、こんな場所があるなんて知らなかったと思われた方もたくさんいらっしゃるかと思います。少しでも興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、お気軽にお越しください。稲城で皆さんをお待ちしております。以上、稲城市の紹介でした。ありがとうございました。池田さん、素敵なプレゼンテーションありがとうございました。いえいえ、こちらこそ紹介ができて本当に良かったです。本当に稲城市の魅力がたっぷりと詰まってましたね。あ、伝わりましたか。はい、もうビシビシと伝わってまいりました。ありがとうございます。はい、これからいくつかインタビューをさせていただきたいんですけれども、はい、改めてですね、池田さんに自己紹介をお願いしたいと思います。はい、はい、その際にですね、今までのボランティア経験やこちらの企画にご賛同いただいたきっかけなども交えてお話しいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、改めまして、シティキャストの池田と申します。私のボランティア経験ですが、2018年に東京都観光ボランティアに登録をしまして、都内の主要駅、新宿駅や渋谷駅での街中観光案内であったり、都庁の展望台の方におりまして、観光案内を土日にしております。それからですね、2019年に開催されましたラグビーワールドカップの際には、大会ボランティアとして、羽田空港であったり東京駅で主に海外から来られるお客様のおもてなし、案内、盛り上げをしました。でですね、こういったボランティア経験を今回活かせたらなっていうところと、あと学生時代からずっと語学をやってまして、中国語と韓国語が話せるので、その語学能力も活かせたらなという思いと、であとはですね、やっぱり東京2020オリンピック・パラリンピックというこの大きな大会に少しでも関わることができたらいいなという気持ちで、シティキャストに応募して、現在活動しております。で、今回ですね、地域の、東京の地域の魅力発信ということでね、PR したいという、気持ちになった、というきっかけなんですけど、どうしても東京観光というと新宿とか銀座でショッピングだったりとか、あとは浅草とかお台場とか、どうしてもその都心に観光を行かれる方多いと思うんですが、その多摩地域ですね、それから島、島嶼部、そういったところにもですね、魅力はたくさんあるっていうことをお伝えしたかったっていうことと、あとはやはり私がちょっと稲城市役所の職員ですので、稲城の魅力、あんまりまだ知られてないところがあるんですが、たくさん魅力があるんで、それを皆さんにもっともっと伝えたいという、そういった思いから今回の地域発信の、こちらの、プロジェクトに参加をさせていただきました。ありがとうございます。こちらの企画ですね、東京の魅力発信という大きな括りの中で、はい、今のこちらのテーマをですね、選ばれた狙いですとか、そのテーマにまつわるエピソードなどをお話しいただければと思いますが、はい、いかがでしょうか。はい、そうですね、先ほど申し上げましたが、私がその稲城市の市役所の職員ですので、やはり稲城にすごく愛着があるっていうところがまず一つ大きなところにあります。あとですね、稲城市では市長をはじめ何年か前からですね、非常にその稲城市をもっともっと PR していこうっていう、そんな活動が活発になりまして、その一環として、2016年ですね、JR 南武線の稲城長沼駅前に観光案内所の稲城発信基地テアテラスが誕生しました。で、ここではですね、稲城の特産品の販売であったり、
あとは稲城市内の観光 のご紹介だったりをする、そういった発信基地がまずできました。でその後ですね、2018年にはですね、稲城市観光協会も設立されまして、まさにですね、その稲城市の魅力を PR する拠点が整ったという状況でして、その中で私も稲城市役所の職員の一人として、この稲城の情報発信の一翼を担いたいなっていう思いから、今回このプレゼンのテーマに稲城をピックアップして紹介したっていう、そういった次第です。もう稲城市愛がこうたっぷりと集まった、やっぱりずっともう十何年も働いてると、すごく稲城っていやすごくいいところだなって思うことはたくさんあるんで、もっともっと知ってほしいなと思った、そんな気持ちがあったので、参加しました。池田さんからお話伺えてとても良かったです。ありがとうございます。でこの3つのこういいところをご紹介いただいたと思うんですが、その3点目ですね、自転車の街という方がとても気になりまして。自転車の街、私もすごく新宿から20分でこんなに緑豊かなところがあるんだなっていうのを再発見したとともに、手ぶらでサイクリング行きたいなと思ったんですけど、じゃあまずどこに行ったらいいのかっていうところからちょっとわからないんですけれども、どうしたらよろしいんでしょうか。そうですね、稲城市で本当に今自転車の街稲城っていう街づくりしている中で、本当に手ぶらで来られても全然 OK です。市内にはですね、シェアサイクルが今何箇所も設置されてますので、まずそのシェアサイクルのところに行っていただいて、自転車を借りてもらって、それで市内 の特におすすめなのが、やはり先ほども紹介した多摩川サイクリングロードですね。多摩川沿いを走れるようになってますんで、すごくですね、桜の季節だと桜を感じながら、季節を感じながら走れますし、もうその春夏秋冬でその季節を感じながら気持ちよく走ることができるので、ぜひお越しいただきたいなと思います。あと市内にもですね、その多摩川沿いじゃなくても走れるコースがありまして、そこら辺の情報も先ほどお話ししましたフェアテラスの方で情報提供もできますので、ぜひお気軽にフラッとお越しいただければ楽しめると思いますよ。わかりました。最寄りの駅はどちらなんですか。最寄りの駅がですね、フェアテラスの最寄りの駅が、JR 南武線の稲城長沼駅になりますので、こちらに来ていただければもう確実に、大丈夫です。分かりました。じゃあまずは稲城長沼駅に行くといいということですね。ありがとうございます。ではこちらいろいろご紹介いただいたんですけれども、まだまだこのプレゼンの中で伝えきれなかったことであったりとか、もっと PR したいよってことがあれば、ぜひお話しいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、やはりちょっと10分ちょっとという時間の中で限られてましたんで、ちょっと話したいこともっともっとたくさんあったんですけど、ちょっと3つに絞らせていただいたんですが、その中でもちょっと掘り下げてっていうところで、さらに3つ掘り下げていいですかね。まずですね、やはり先ほどもお話ししましたけど、稲城といえば梨がすごく有名ですので、こちらですね、今日持ってきたんですが、稲城市内に梨を使ったグルメですね、たくさんあるんですね。スイーツであったりで、これをですね、紹介したパンフレットがこちらですね、ペアっていう、そのままもう梨というね、このパンフレットがあるんですが、こちらにですね、いろいろと市内で味わえるですね、いろんな梨 のグルメが記載されています。石川さんにもちょっと事前にお渡ししております。そちらですね、ちょっと見ていただければと思うんですが、ありがとうございます。ですね、梨ジュースとかですね、もう果汁 100% ですから、もうこれ間違いなく美味しいです。あとですね、梨そば、そばなんてのもあるんですよ。梨そばですか、水を使わずに梨の水分のみで作られているその麺、それからですね、梨ジュレに絡めてダブルで梨を堪能できるという、これなかなか変わり種なんですけど、そうですね、すごく人気があってですね、テレビでも紹介されたことがあるんですよ。すごく気になります。気になりますよね。なんかそれで、それ以外にもですね、梨カレーだったりね、いろいろと載ってるんですが、私がですね、一番推したいのが、ぜひ教えてください。ですね、梨ワイン、こちらがですね、本当におすすめです。私もお酒好きっていうのもあるんですけど、梨ワインすごくフルーティーで、飲み口も軽やかですし、本当に梨を感じれることができる、美味しいワインです。これをですね、毎年秋の時期しかないので楽しみにしているところなんですけど、
特にですね、私はですね、この梨ワインを味わうときには、私だけの味わい方かもしれないんですけど、はい、実際稲城で梨を買って、梨を食べながらワインを楽しむっていう、そういう晩酌の仕方をしたりしてます。すごい幸せを感じるひとときです。すごい通の楽しみ方ですねおつまみが梨ということですか。そうです。なので、はい、すごく皆さんもぜひそういった味わい方、まあ、いろんな味わい方あると思いますし、あとですね、梨ワインですけど、お酒が苦手な方もですね、非常に飲み口が軽やかですので、フルーティーですし、本当に味わっていただけるにはすごく、お酒が苦手な方も味わいやすいと思いますので、本当におすすめしたいなと思います。女性の方にも良さそうですね。そうですね、うん、はい。どうですか石川さん、このいろいろと載ってるんですけど、何か気になるものとかありますか。はい、いや、スイーツも種類があってとても気になるんですけれども、うん、私はもうこの中で梨カレーが、梨カレーがとても気になります。これは甘いのだろうか、それとも辛いのだろうか、気になりますよね、はい、実は私も梨カレーはちょっとまだ食べたことはないんですけど、はい、ここに書いてあるのが、梨を丸ごとおろして、それからカットした梨も加えて煮込んだルーに、なってるってことなんで、食感も味わえますし、そうですね、そういった甘みも入ってると思いますので、ちょっと今年はこれ食べなきゃなって思ってますんで、そうですね、これは食べに行かないといけないですね。食べに行きたいですよね。色も黄色ですしね。そうですね、はい、これはちょっと確かに甘いのか辛いのかちょっと気になったことはありますけど、はい、ちょっと私も食べに行きたいと思います。はい、はい、こういった梨の紹介をしているペア、こちらもですね、市役所であったり、あとは、稲城発信基地ペアテラスの方にも置いてありますので、ぜひお手に取って見ていただければと思います。はい、でですね、もう2つ掘り下げたいことということですね、はい、先ほど稲城梨の助という形で稲城市のキャラクターを紹介したんですけど、実はこの稲城梨の助というこの名前なんですが、実は公募で決まってるんですけど、はい、実はこの梨の助の名付け親が実は私なんです。そうなんですか。そうなんです。これは市役所の職員も一部もう、ね、新人のことが知らないかもしれないんですけど、はい、当時在住在勤の方でっていうところで応募ができたんで、私も3つぐらい、ね、書いて、ね、応募したんですけど、私が書いたその梨之助がもちろん公平公正な審査のもと、先ほど大河原邦夫先生と井上ジェット先生が審査をした結果、選ばれたのが梨之助だったんですよ。そうなんですね。そうなんです。それで、私とを含めて7名の方、何人の方が同じく梨之助って書いても、ほとんどね、小中学生プラス主婦の方もいらっしゃったんですけど、7人で記念式典にも参加させてもらって、でその時にですね、はい、これもちょっと持ってきたんですけど、記念でですね、いただいた、これ実はですね、じゃんということで、はい、大河原邦夫先生と井上ジェット先生の直筆のイラスト付きのサイン色紙をね、いただいたんですよ。これは本当に今うちの家宝になってます。いい記念になりましたし、あとやっぱりこれがきっかけでもっともっとその稲城愛が深まったなって思います。ちょっとそういったエピソードが、ちょっと2点目のエピソードになります。すごい名前も入ってますね。そうなんですよ、書いてもらいました。ちゃんと私がずっともう一生ね、大切にしていくんだってところで、先生に書いてくださいって言って書いてもらいました。はい、宝物をご紹介いただきました、ありがとうございます。はいはい、であと3つ目ですね、はい、掘り下げたいところがですね、観光発信基地もできましたし、今稲城も非常にどん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  PR しようということで、国内だけじゃなくて海外の方にももっともっと稲城を知ってもらおうということで、稲城市の方で外国語のパンフレットをたくさん用意しております。でその中でもですね、今日ちょっとお持ちしたのがこちらですね、稲城イラストマップっていう、かわいいイラストで市内の見どころとか、いろいろと紹介しているものなんですけど、こちらですね、英語と中国語、それから韓国語で用意しておりまして、実はこれもちょっと私関係がありまして、はい、私がちょっと先ほどは中国語と韓国語できるって話したんですけど、このですね、中国語版のイラストマップの実は翻訳を私の方で担当させてもらって、出させてもらってます。はい、ですので非常にこれ思い入れがすごく深いパンフレットになってます。もっともっと海外の方にも知っていただきたいなっていう気持ちもありますので、こういった海外の方対応という形でも今いろいろと準備をしています。ぜひ来ていただければなと思います。はい、以上3点
話させていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、もともと池田さんにお話を伺いたいところなんですけれども、はい、まあ、最後にですね、こちらの動画をご視聴いただいている方に向けてメッセージをお願いいたします。はい、はい、今日ですね、こうやって稲城市の紹介をさせていただいて本当に嬉しかったのと、皆さんに知ってもらえたかなって思うと、さらに嬉しい気持ちがあります。ですね、この動画を見ていらっしゃる方はですね、海外の方もたくさん見ていらっしゃるかと思います。それで日本が好き で東京が好きで以前東京にお越しになった方もたくさんあると思います。その時に都心だけ観光されて帰られた方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そういった方にですね、ぜひお伝えしたいのは、次回東京にお越しに来られる機会がありましたら、ぜひ多摩地域そして稲城市にお越しになってください。都心とは違った、またですね、自然にも触れ合えるし、楽しさ、グルメたくさんあります。あ、こんな東京もあるんだなっていうところを感じていただけると思いますし、さらに東京を好きになってもらえるんじゃないかなと思います。それですね、海外の方だけではなくて、もちろん日本の方にも来ていただきたいですし、特にですね、東京23区にお住まいの方、意外とですね、多摩地域にあまり馴染みのないって方たくさんいらっしゃるんですよね。本当に近い場所にあります。週末フラッと癒しを求めに稲城に来ていただいてはいかがでしょうか。ぜひお待ちしています。それでは最後にですね、中国語、韓国語、そして英語で締めくくりたいと思います。ダオチョン、欢迎你。稲城へそ、左ごいすみだ。 Welcome to 稲城。お待ちしてます。池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。